はい、皆様どうも、マフロです。それでは桐姫スイーツやっていきましょう。はい、おうち前ラッシュ、こちらね、達成報酬だけ追加されて、以前ステージはやっておりますけども、はい、アイテム集めでやれっていうことなのでやってみましょう。主にあれですね、プラチナはドレス、この辺を集めなきゃいけないんで、金箱と素材になりそうですね。はい、今日はその方を使わせていただきます。お、ちょうど素材のちょっとフレじゃないけど240は魅力的だな。ちょっとすぐ消えちゃうと思うので使わせてもらおう。お、あれ、このステージ、あ、そうか、化粧変してから一回もやってないってことか。あー、なんとなく思い出す。1回で倒せないのはちょっとなんだな、周回にはきついな。あ、ここは1回でいいな。5つあるときはいけないのか。あれ、すごいけど、なんで1回目は届かなかった。箱ゼロだけど、おお、ニューなし。あれ、ニューねえじゃん。マジか、また出にくい系。今かなり素材率高、素材の値高かったよ。それでも出ない。あー、これやらない系かな。ちょっとこっちはないと。先制術師戻しよう。タイムアタックよりやってた。マジですか。はい、ひまさん使わせてもらって、クラッシャーがいない。メモの戦略、ハハハハ、開けなくやる。あれ、一撃で絶対やられるんだっけ。じゃあきつくなってきたな。今回きついな。強戦士がどれだけ強いか分かるあれですな。まあ、宝箱覗いたらこの人も強いでしょう。サーカスだ。宝箱にはちょっとね、全然ダメだけど。あ、帰った。
たやられた。あ、そうか、割合ダメージな。割合ダメージな。つい突然出しちゃったけど。マジか。じゃあここにたどり着けないと全く意味がないということ。よし。めっちゃやられてるよ。やられすぎだろ。恐ろしい女子会だな。確率高めた方がいいってことですよね。だ素材高める意味はないかな。金箱のあれだと乱流率アップだったので金箱のドレスはここを組み替えよう。まずはレムさんはこれはどこだっけ。あ、これか。誰がいいんだろう。このままでいいか。あ、違う。このままならいいでしょう。で、使おう。お、今強化費あれか。どれに使おう。使おう。
いらないんだよこれ、こんだけあるしもう出ないでおくれ。はい、それでは金箱の人で行ってみましょうかね。やすさん、使わせていただきます。レッツゴー。これで乱入確率アップだから、さんだったのでこの方を使わせていただきます。大冒険の始まりよ。この方結構テンション上げてね、嬉しい。やっぱここは残るんだ。
個出た。よくやったわ。4つともあれかな、新しいやつ。プラチナのドレスはどこで出るのかな。ちょっとじゃあ次プラチナのドレス。しようかな。乱入高めた方がいいのかな。ちょっと乱入と混合でいってみましょう。レッツゴー。大冒険の始まりよ。バックだけ当たった。プラチナでやってみて終わっときましょうかね。はい、ジャムプロジェクトさんとプラチナで行ってみましょう。プラチナプラチナ。乱入にした方が良さそうですね、ここはね。はい、まあ続きやるかどうかは
もうちょっとやってから様子見ようと思います。12個とかだもんな。はい、とりあえずスロット回し終わっていきましょう。あと1枚だったのか。こっち無料でも前回も6なん出てないからこっちにしとこうかな。グーコレクション、スーパーロボ強戦士欲しいけどな。どっちがいいかねこっちとちょっとでも確率高い方。グーに絞ってみよう。それでは行ってみます。さあ来い。メンバーか。ちょっとがっかりまあドレスよりはいいか。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回にもよろしくお願いします。ではさようなら。